吉原です。みんな元気かな？そうだよね。今コロナで日本中、そして世界中が大変なことになってる。まあだけど僕たち、例えばこのようにしてその苦しみを分かち合うことができるよね。だけど世の中にはずっと以前から誰にも言うことができない、そして誰にも知られることのない、そんな苦しみを背負った人たちもいる。愛されない。誰にも必要とされていない。これは何も恋人たちに限った話ではなくて、例えば親から虐待されている子供たちとか、一人で寂しく死を迎えるお年寄りとか、貧しさゆえに自分の意に反した仕事をしなければいけない女の子たちや大人たちとか、僕たちは知らなければいけない、一度も咲かずに散っていきそうなバラのこと。少しは私に愛をください。すべてをあなたに捧げた私だもの。一度も咲かずに散って行きそうなバラが鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。たまには手紙を書いてください。私だもの、あなたの心のほんの片隅に私の紙を書いてください。みぞれの捨て犬抱いてそう。